イワン・ロギオノビッチ・ゴレム・イキン1917年12月24日は、ロシア帝国の官僚、政治家。1839年に、貴族・ロギオン・ゴレム・イキンの息子として、ノブゴロドで生まれ、インペリアル・カレッジで、法律学を学び1860年に卒業する。同年に、ロシア帝国国家評議会で勤務し、その後はポーランド立憲王国のオム長官を経て、 1866年にプーツク副知事、1869年にキエルツェ副知事を歴任し、1873年からはポーランド農務省地方委員会の委員に任命され、1882年まで務めた。1882年からは国家評議会第一部主任検察官に就任し、1884年には第二部主任検察官に就任した。 ゴレムイキンは長年国家評議会で勤務し、その中で法の支配や行政のあり方についての知識を身につけていった。また、農務問題の専門家として評価を受け、1891年には農村における政府の統制に関する法律の法案作成を担当した後に司法副大臣に就任し、1894年には国家評議会議員に任命される。 ゴレムイキン1895年に内務大臣に就任し、1896年には数密顧問官に任命される。ゴレムイキンは超保守主義者としてニコライ二世に忠実な人物であり、アレクサンドラ皇后からも目をかけられていた。内務大臣在任中は、恣意的な行政の執行を改めようと試み、また、ゼムストボの権限拡大を求める意見書を、 ニコライ2世に提出するなど、行政改革に努めた。しかし、改革案は反対に相実現せず、1899年に内務大臣を辞任し国家評議会議員に復帰した。1905年には、農民の土地所有強化を促進する特別会議の議長に就任する。1906年5月5日、ニコライ二世と対立し辞任したセルゲイビッテの公認として、 大臣会議議長に就任。5月6日に国家基本法を発布し、10月省職を修正して、皇帝を先制君主として再規定した。そのため、ゴレムイキンは召集されたドゥーマと対立し、ドゥーマは皇帝に対し戦う国会として決議を出すまでに至った。また、ゴレムイキンの農地改革案をドゥーマが拒否するなど、対立が激化した。 1906年7月22日に、ゴレムイキンは政治的混乱の責任を取り辞任し、公認には内省だったピョートルストルイピンが就任した。1914年2月に、ニコライ2世の要請を受け再び首相に就任したが、ドゥーマはゴレムイキン内閣に対して敵対を宣言した。第一次世界大戦が勃発し、ニコライ二世が直接軍を指揮することを表明すると、 ニコライ2世を支持するようにドゥーマに働きかけた。1916年に辞任し、ボリス・スチュルメルが公認となった。1917年、2月革命が勃発すると、ロシア臨時政府に逮捕された。5月から尋問が開始されるが、恒例を理由に釈放された。10月革命が勃発すると、ソチにある夏の離宮に避難するが、1917年12月24日に、 妻子と共に強盗に殺害された。遺体は家族の遺体と共に同地に埋葬された。ありがとうございます。